か完成すればご先祖への何よりのご供養です。はい、今お茶を用意お待たせをいたしました。いただきます。そうそう、日下部殿はお元気ですかな。お越しの方は。それがこの間ようやく病院に行かれたんですが、これ姉さんだな、なんかもらった薬も飲まないし、うん、今時の薬は信用ならんとかってでは一度お説教に参りますか。ぜひお願いします。彦間さん小さくならはるわおい、どうしたの。開ける。芸道士の仕業か。みんな行くよ。